タクトかっこいいんだぞ。たまに何が中途半端なのか説明してほしいの。マドタ福岡は手榴弾飛んでくるから家に網張りってる。ふやの明太子好きだな。福岡の人ってとりあえず食材に明太子混ぜるよな。混ぜねえから。網じゃ無理やろ。わらわら、明太子って添加物まみれやろ。クソすぎ。いやーこれだからな、添加物しか、添加物だらけの明太子しか食ったことないやつだな。うまい明太子なんて知らねえんだな、かわいそう。ゴリラはどうしても全方向に敵作りたいみたいだな。まあどうしようもねえわ、それも筑豊ナンバーに気をつけろよ。それもどうしようもないわ。添加物は言ってない明太子って何よ。頭おかしくなりそう。茨城を話題に出して、アミとカナイはそんなのしたことない。茨城ってそもそも義なのか、まあ、なのか、大阪でも北海道でもいいから、この争い見てすげえ楽しい。釈迦最高。群馬ってどうなう。博多ラーメンと買ってそこら辺の味噌とか醤油とかと同じまとめ方してるやつはな。これゴリラの知り合いのさ、ゴリラのアバの知り合いの群馬の女の子にね、あんまり群馬っつってゴリラ自体に LINE でバカにしてもらってたらね、ガチギレしてた。茨城だっけ。割とガチギレしてた。ガード難しくないですか。そんな山梨話に入れない。わら。北海道でも関西でもない大阪の見物。茨城とか誰だよ。バロタ。茨城です。そりゃな。わら。バロタ。群馬になんか。なんだっけ。群馬に。編集長かよ。なんだっけ。何の話してたんだっけ。群馬になんかパソコンなんてあんのみたいな話してたの。茨城は宇都宮だっけ。ギリギリナタデココ輸入したぐらいやろみたいなこと言ってたら怒った。ひどすぎ。わらわら、熊本ラーメンうまし、いいシャカタソ。あれはちょっと本当に反省してる。ちょっとまだナタデココはちょっと言い過ぎだったかなと。みんなに賃貸あんのみたいなこと言ってた。賃貸か。その馬と福岡はどうレベル。シャカシ、前から思ったけど、あなたナタデココ好きやろ。武器売ってるからな。縄文なんとか言ってた。そこかよ。さすが群馬人は暴力に頼るしか脳がねえな。そんなこと言ったくない。前やろ。結構縄文。現状が有効になっています。なかなか俺の発想では出てこないような単語だ。群馬の田舎は未だに暖炉で暖取ってるからな。せめて確保にして縦穴式住居か。ひで。わらわら、釈迦さんウイスは。前方後円符それだー。わらわら、群馬とか AVN おらんやろ。ふんあおるのうまいね。善逸いけるよ。でもないやん、あれだろ、足とかの風習あるんだろ。じゃかし田舎あおるときなたでここ出すよな。次のネタお姉さん。わら、群馬の特産って何。おで福岡だけど実家の近所で榴弾爆発した。やりこれちゃいけません。うろちょろするの好きだよね。わら、お金とかまだあの忍びあー死んでもった。群馬の人って10に素手で勝てるんでしょ。俺30でよかった。それはもうハンマーバキみたいな仕事だからあるんでしょ。バシよりおはぐろだろ。わら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 バキみたいなやつしか。関西のキャラバン行く時は気をつけろよ。やり。わらわら、マジですると群馬について何も出てこない。やり。わらわら、終了まであと5分になりました。延長しました。竹やりとかでしょ。竹やり。延長しました。延長しました。ああ、わざわざトーテムポールとかだった。しご寄与をしてプレイヤーを更新するように群馬行った時見たわ。トーテムポール。私がこの前北海道の人煽ってる動画見てたのを思い出したわ。わら、群馬は北斗みたいな世界だからな。群馬のご当地ポテチ行ってみろよ。わらわら、それより俺中国地方の人の方が特に印象ないんだけど。